はい、レオンチャンネルです。転送戦隊ジャ者のレビュー動画、登場順に来ておりますので、次は第8話で出てきたエキゾチック5星グレート行こうかと思いきや、エキゾチックブラザーがレアもの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 2022年時点では全て入手困難 普通にさ、デラックスガングが保管されている棚を見たら、俺なんかエキゾチックないんだけどと思ったら、これ全部それぞれバラ売りで、デラックス化されてないんですね。本編のギャグ界というか、新たな誤星パワーが暴走して、5星パワーが思い通りに発動できなくなって、それを攻略するために、その暴走を逆手にとって自分で5星カードを強引に作成して、ほぼその場のノリで変形合体させ方が、このエキゾチック誤星グレードなんだけど、これを再現するにはまずオレンジカード、 カラーがテレマが限定グリーンが CD 限定パープルがガシャポン01限定水色が食眼01限定もう放送から10年以上経ってる今だとネット上にも在庫が存在しなくてどなたか眠ってるドラゴンヘッドありませんかと呼びかけたところなんと水色とオレンジとパープルならレオンさんに刺さりますよっていう方がいらっしゃってありがとうございます もうほんといつもそういうご協力助かっております。残りグリーンなんとかならないかなと思ったら、とあるホビーショップのオンラインページで未開封2500円で売っておりましたので、グリーンね。残り一つは自力でゲットできましたので、エキゾチック合成グレート最低いきましょう。まずは CD 限定のやつから開けようかな。未開封で定価より安く手に入るとは、ちょっと、 パッケージ日焼けしておりますが、てかこの回で新たがめちゃくちゃ絵が下手ってことが判明しましたよね。ただ本人は全然気にしてないみたいな。スポンジに入っているんだね。はい、これがドラゴンヘッダーのエキゾチックブラザーバージョンの黄緑のやつで、特にカラーリング名とかなくてすべてがドラゴンヘッダー エキゾチックブラザーバージョンなんですよね。下側に車輪がついてるってことはカプセル5世ヘッダーベースで、そして CD は一応サントラってことかなおーエキゾチック5世グレートいるじゃん。これが本編の合体状態で、劇中 BGM だったりテーマソングもショートサイズバージョンで入ってます。 2010年5月19日発売と。はい、改めて5セイブラザーバージョンぐるっと見回すとこうで、下顎稼働なし、角稼働もなし、 ここ、このパーツなんだ支えてるだけか。タイヤが2つありますので、ね、ここで殺そうこう、OK で。通常の5性ヘッダーと比べると、塗装も省略されてるの分かりますよね。シルバーカラーこの辺ないし、目の周りの黒も省略、牙部分も省略、かなり簡素な作りになってる。本編映像だとデラックス相当の造形ですもんね。 これが CD 限定。さらに、テレマガ限定のドラゴンヘッダーエキゾチックブラザーバージョン。これも先ほどのカプセルヘッダーをベースにしてて、同じように殺そうこうできる。ただカラーがグリーンからオレンジに変わって、塗装箇所の省略部分なんかは特に変更なしですね。そしてエキゾチックブラザーバージョンの パープルカラー版。これがカプセルヘッダー01で一般発売されたもので、オレンジ、グリーン、パープルに関しては全く同じものの色がですね。この走行できる塗装省略あり、角稼働とかはなし、ベタっとしたカラーリングの塗りなんかも同じですね。なんだけど、この水色、これだけサウンドヘッダーシリーズの触眼として発売されたもので、なので、 本来であれば、ここボタンを押すことで音声が鳴るようなんですが、もう電池を変えても壊れてるみたいで、それでも良ければ送りますよってことだったんですが、もう全然いい。これ手に入りませんからね。ただ、サウンドヘッダーシリーズって下にスピーカーがあるので、この走行のタイヤがなかったりとか、首がちょっと長いんですよね。触顔とかシャポン系でシリーズが違うんで。あとは角も本編順調で大きいし、変形もできると。こう押す感じなのかな なので角のサイズに関してはデラックス版とさほど変わんなかったりとか目の周りに黒い塗装とかサイドもシルバー塗装されてるので色分けに関してはサウンドヘッダーシリーズが一番優秀ただ首の長さがデラックスより長いので、はめた際に微妙に長さの違いが出ちゃうってことですよね の走行ができる3つはスムーズに転がし遊びできますし、普通の赤色も並べちゃおうか。これでドラゴンヘッダーのエキゾチックバージョンすべて揃いましたね。でもやっぱりちょっとプロポーションの違いがこれだけあるのがわかると思います。ではカードもちょうど手元にありましたので、エキゾチックブラザー、転送 サモン、エチゾジックブラザー、転送と、エチゾジック5世グレート。転送ササウンドは同じなんだね。では、このイラスト通りの並びで変形させていきましょう。まず、腕をまっすぐにして、羽を前に下ろす。そして、 ミントグリーン、食玩のヘッダーをこちら側にはめて、その次はカプセルヘッダーのパープル、テレマガ限定のオレンジのブラザー、CD 限定のグリーンのブラザーをセットすれば、 完成ギたありがとうございますはい、これでエチドチック5世グレートが出来上がりましたドラゴンの顔が5つ並ぶとなかなかのド迫力ですね。本編でも上半身めちゃくちゃアップされておりましたが、ブラザーヘッダー並びと、はい、全体図はこんな感じ。令和のこのようにまさかレアもの4つを手に入れて再現可能とは普通に デラックスでさ、発売されていると勘違いして、要はこういうブラザーセット状態で、あれなんか箱ないと思ったら、別々で、しかも販売方法が違う形で発売されてたとは。本編ではここから口が開いてミサイルだったりとか、このようにエネルギーを射出して攻撃しておりましたが、口開閉のリミックはないし、そもそもパーツとここがっつり干渉しますので、あ、まあ、一応ちょっとワンクリック動くか。 なので、ちょっとだけ前に出して、ポーズ替えすることはできますが、基本は胸のヘッダーで攻撃みたいなこのビジュアルで終わりって感じで、可動を活かして何かってわけではありませんね。でも、ドラゴンヘッダーがずらっと綺麗に並んでる、このビジュアル、すごいいいよね。横一線水平って感じじゃないのもいい。 比較なんでいろんな角度から見ますか上から見るとこうでポコッと前に出てますけど意外と合体したら気になんなかったな。はい、下から見るとここ要は色足んないんですよね。黒いところが。当時発売したミニプラ版がここ稼働するとかそういうのでしたよね。確か。あとはシルバー塗装とか頑張ればより本編準拠のカラーリングにビジュアル変えることもできるかな。 あと、オレンジとグリーンは、口の中が光るんだって。これが、外れると。で、後ろにずらすと、発光する、はずなんだけど、あ、光ってる光ってないか。電池切れか。確かに LED、仕込まれてますね。あ、ちょっと一瞬赤く光る。オレンジの方は、これも横に、このようにスライドして、電源オンなんだけど、 電池切れかこれ下手に電池交換すると壊れそうなんで諦めましょう一応この2つは発光ギミックがあってそれ以外はないと腕をワンクリック動かせるってことで武器持ち状態とかはいけるはいけるんだけどあでも完全に上がらないから下がっちゃうか反対側にしようフェニックスの方に持たせてあげればエキゾチック5星グレート状態で武器持ちなんかも武装をしっかり できますねあとはこれ前に羽パーツが来てるだけなんでいつも通り上にすっと稼働すればまあドラゴンの顔が上向きになっちゃいますけどこういうこともできますしてか4つあるってことはあれだよねこのヘッダーを要は全部外してオールドラゴンにオールドラゴンにするってことですよね これでどうしようかな。オレンジここにするか。で、グリーンを右腕。あとは、腕の長さ変わっちゃうから、足にミントグリーンをセットして、パープルは シャークの頭部分にしましょう。はい、これで、あ、かっこいいなかなかカラフル。はい、これでエチドチック5セイグレートのバージョン違い。すべてがドラゴンヘッダーになってる状態の5セイグレートなんかも楽しむことができますし、これはウィング上げた方がいいのか。まあ、ウィングを上げても。まあでもエチドチックだったら前に出した方がいいかな。はい、このようにちゃんと各パーツに ヘッダーが、まあ、ここちょっとね、長さ違うけど、刺さっております。これなら前に出すこともできますからね。あとはあれか、こう下げて、こうして、逆に今外したヘッダーたちを、このようにセットしてあげて、 エキゾチック5セイグレード反転バージョンみたいな入れ替えバージョンみたいなこういうことで遊ぶこともできますこういう風なヘッダーをド派手に見せる変形ギミックがもともと搭載されてますからこの辺が5セイグレードの自由度の高さというかある程度持ち主というかちびっこに変形合体を委ねるみたいなそういう自由さがあるよなこれはこれでかっこいいもんねまあでもやっぱり正面にドーンと ドラゴンの顔4つあるのが面白いかな。ヘッダーいいっすよね、やっぱ。を引っ張れば簡単に取れるし、元に戻せるし、はい、シャーク、フェニックスで変形させて、グリーンにパープル、こっちと、 はい、オレンジで、エイジドジック5星グレートに戻りました。やっぱこの状態が好きだな。あとはせっかく新しいヘッダーを手に入れたんで、5星ブラスターと、はい、連結することで、また違うカラーリングのブラスターで楽しむことができますし、長いね、サウンド5星ヘッダーは、 はい、その他にも、パープルカラーにしてみたり、グリーンにしてみたり、オレンジとかね。こうやって自由な組み合わせで遊べるのはいいと思います。裏側の、ここのピンは全部共通なんで、スカイク氷基音がなるのは変わりませんね。 以上、転送戦隊ジャー、エチドジックセイグレートの紹介でした。